お疲れ様です。スーツ系で参考になる人を探すのって結構難しい。スタイリスト潤太です。はい、今回の動画2、3分にまとめる予定です。どちらかというと毎週金曜日に8時更新とかにして、毎回毎回こういったあるコンテンツについて、これはもう毎週上げるっていうのを決めたいと思います。それでは、そちらのテーマとしては、世界で有名なファッショニスタ、そしてインスタグラマー、参考になる方々を今回はこちらのコーナーでご紹介していきたいと思います。やっぱりスーツのファッションって結構一辺倒になりやすいんですよ。特にやっぱりシンプルな英国風の方は英国風にまとめがちですし、イタリアンな方はイタリアンなコーディネートにまとめがちです。だからこそ今回いろんな方のコーディネートをご紹介を毎週金曜日に行います。まあ、大体2、3分の動画で結構軽く見れると思うので、そちらをちょっと毎回毎回日々のコーディネートの足しにしていただければと思っております。そして今回は記念すべき第1回なので、の服飾評論家の中で一番有名な方を今回はご紹介いたします。そうです、赤嶺幸男さんという方、特に今インスタグラムを更新されてまして、これがすごくためになるんですよ。英国風なコーディネートが好きな方は相当大好きだと思います。こちらのアカウントをちょっとリンクを概要欄に貼っておくんですが、こんな感じです。こちらさまざまなコーディネートが、英国風クラシックがやっぱりコーディネートの中には多いんですけど、そのコーディネートの中で色合いの合わせが相当うまいんですよ。特筆すべきは色合わせですね。靴下とリンクさせてることがこのように多いんですが、こういった靴下とリンクする合わせっていうのはやっぱり私も相当やってたんですけど、これぜひちょっと取り入れていただきたい合わせ方の一つです。またネクタイとシューズを同じ色合いにしたりとか、こういった形で全体の統一感を意識していただいてコーディネートしていただくのはぜひおすすめなので、ぜひ他のコーディネートもぜひ参考にしてみていただければと思います。その中でも私が一番好きなコーディネートがこちらです。あまりトレンドに流されない方なんですけど、ドクラシックな合わせでこのようなコーディネートを作ってらっしゃるっていうのはすごい素晴らしいなと。私も毎回見てるコーディ毎回見てるインスタグラムの方なんで、ぜひちょっと気になる方はチェックしてみてください。そのついでに私のアカウントもチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムなどのフォローもぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。やっぱり火曜日にします。